皆さん、こんにちは。ライオン兄さんです。えー、関東に帰ってきました。で昨日、ニュースで、えーに、昨日というか今日ですね、えー、起きたらあ、ニューヨークダウンが、ね、3万ドル突破ということで、えー、上がってましたけど、まあ、この,あの株高になった理由として、えー、トランプさんが負けは認めてないけど、バイデンさんに、あのー、新政権に移行の、まあ、手続きをスタートしたということが昨日の日中報じられて、で昨日の日中日経平均がね5%ぐらい上がってるとかってね。 結構日経も爆上げだったんですけど、なのでニューヨークが開いたらこれはね、株高になるだろうっていうことを思ってたんで、僕も昨日の晩ね、夜中12時ぐらいですかにアメリカ株の買い増しをしました。で、これからどうなっていくのかって言ったら、アメリカ株はバブルになります。それはなぜかというと、バイデン政権になったら3兆ドルのインフラ投資をするんですよ。3兆ドルって300兆円なんですよ。このインフラ投資をするんで、当然景気は良くなると。プラス、 お金のばらまき、金融緩和もやると。なので、この、えー、金融政策と財政政策の両輪で回して、アメリカ株はもう、バブルになる、というのがもう、見えてます。なので、えー、僕もね、で、インデックスと個別銘柄、両方アメリカ株買ってるんですけど、えー、すべて、保有してる銘柄、すべて含み益で、この含み益がもう毎日増えていくと。で、配当ももらえると。で、この配当でまた買うと。みたいな感じになってます。 で、そもそも、あの、何のために投資するのかっていうのを考えた方がいいんですね。株式投資するにしても、まあ日本株でもアメリカ株でも、ビットコインでも、あなたは何のために投資するんですかっていうことなんですねで。僕の場合は、何のために投資するのかっていうと、え、もうリタイアするためですね。まあリタ、セミリタイアしてるんですけど、結局、お金を生み出すマシーンを作るってことなんですよ。これが大事なんですね。で、えー、例えば、まあ日本株の場合とかだったら、スイングトレードとか多くて、上がったら売るっていう感じですよね。 で、下がったら買うとか、ね。バリュー投資っていうのは、まあ日本株流行ってます。で、えー、ビットコインとかも、まああれも投機なんで、えー、まあ今200万円ぐらいですけど、上がったら売る。で、暴落して下がったら買うっていう感じですよね。で、アメリカ株は違うんですよ。あの、ウォーレン・バヘットがやってるバイアンド・ホールなんですよ。10年、20年でも長期投資できるっていうね。まあ別に必要なかった現金化する必要ない。しなくていいってことなんですね。なぜかというと、アメリカ株は上がり続けるからなんですよ。はい。 で、何のために投資するのかっていうと、で、それを、例えば僕今経営者の方に、今3000万円、ね、株に入れれるお金、余裕資金があります。じゃあこれの、ね、入れ方とか、あその銘柄の分析の仕方とかね、教えてるんですけど、じゃあ一回それで玉を作ったら、あとはそこに、買い増しっていうのをやっていくんですよ。ね。まあ3000万、三千万円入れれたら、まあ結構早く1億円には到達するとは思うんですけど、あの、そういう感じでやっていくと。 で、そっから、あの、全部売却したら、ね、えー、税金で、ね、20%取られます。まあ、ビットコインとかだと50%ですけど、株は20%ですね。じゃあ2000万円取られると。じゃこれあんまりよろしくないと。なので全部売却せずに、まあ、生活費の分とかだけを現金化するんですよ。で、あとは運用し続けるんですよ。そうすると、もうだからリタイアできるんですよね。もうこの株が自分に、生活費を稼いでくれると。え、いうことなんですよで。これ金持ちしかできないのかって言ったらそうじゃなくて、別に3000万円なんかいらないんですよ。 ね、月々の積み立てで、ね、お金そんなにない人は20年っていうね、時間にレバレッジかけるんですよ。そうすると、まあ、5000万ぐらいは作れます。そこから、いや、1億作りたいって人は個別株もやればいいと思うんですけど、5000万円できました。20年後に。じゃね、これ一括で売却したら課税されます。ゃそうじゃなくて、ね、生活費の分だけを引き出すんですよ。え、確か、え、27万円ぐらい、毎月引き出して、これ35年間つ引き出せるんですね。なので、こういったことこういうふうに、 まあ僕の場合はお金を生み出すマシンを作るために株式投資してますで。まあ事業はまたそれと別ですけど、うん。なので事業で稼いで、でそのお金で余った分で、まあ、余裕資金で遊びで株はやってるんですけど、でもそれをやっていくとそういうことができるんですね。でこれをできるのがアメリカ株なんですよ。アメリカ人はこういうふうにね、将来の年金っていうかお金を生み出すマシンみたいなのを作るために株式投資してるんですね。で日本人はちょっとまたね、えー、違うかったんですけど、 ですけど、まあ、僕はいろいろ金融とかお金の勉強していくと、株式投資勉強すると、まあ、そのやっぱ経済の中心はアメリカっていうことが分かって、で、アメリカ人はどういうふうに投資しているのかっていうのを研究した結果、そういうふうにやってるんで、このやり方を皆さんに教えています。なので、まあ、今ビットコインも、おー、200万円ぐらいまで来てますけど、結局それ50%課税されるんで、まあ、ね、適当にいいところで理学して、で、株の勉強とかにお金を回して株式投資することをお勧めします。では、セミナーで待ってますんで、お待ちしております。